お、よし、ここまで来たね。で、ピーンってして、天神様が来るが、よーし。ここからは加速じゃー。よし、行くぞ。まだか、まだだった。行くぞ。あ、よし、よし、あ、まずい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 、よし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 、逃げた、逃げた、人の子、人の子は良い行いをすればお釈迦様に生の御水を直して、は、言ったかな。おはぴよー、どうもひなぴよです。よかった、なんとかクリアできました。今日もおむすび実況続きやっていきましょう。一個だけちょっと食われちゃったけど、ひとかじりされちゃったけど、でもいい感じに逃げれたんじゃない。あー、よかった。見つからなくてよかった。夢中で走ってたらまた別の場所に来ちゃったね。イッサさん、すまない、おひな。あの天神の言う通りさね。私はお前さんを騙してた。利用してたんだ。元の世界へ戻すよう、帰り道を案内すると言って。天へ導いてた。ああ。私一人じゃ、どうしても天へ近づけない。だから、天国に迷ってたおひなを使って、そんなに天へ行きたい理由があるの？必ず会うと約束した人の子がいるのさ。その子は今天にいる。私はたとえどんな手を使ってでも天へ行けるなら何だってするさ。そう思ってたはずなのに、私は何を。待ってくれか。そうだよね。なんかあっちの襖の奥に行く前にもさ、ちゃんと言おうとしてたよね、ひなこちゃんにさ。こう真実を打ち明けようとしてたけど、こうもののけが追いかけてくるから、今言えねえな、言えねえなってしてたら、天神様にこう本当のことを暴露されてしまった形だもんね。うん。イッサさん、イッサさんが私を元の世界に返すお手伝いをしてくれるのなら、私もイッサさんを天に行かせる方法を探すの手伝うよ。天に近寄れないなら私がいた方が何かと便利だと思う。何を。ん、私はお前さんを騙したんだよ。私、おばあちゃんにね、よく言い聞かせられてたの。ひな子、怖くて泣いてるだけじゃ何も変わらないよって。そうだね、言われてたね。イッサさんが私を利用してたって聞いたとき、すごく、すごく怒れたし、怒れたしでいいのかな、これ。すごく怒れたし、悲しかったし、どうしてって、全部嘘ついてたのって思ったよ。けどね。
私がイッサさんに言ったありがとうも、気持ちも言葉も、全部本当だったの。大事な約束を守ろうとして私を利用したイッサさんも、そんな大事な約束があるのに、途中で私に待ってくれって止めようとしたイッサさんも。イッサさんって超言いづらいな。全部本当のイッサさんだと思うから。だから、これが私なりに考えたこれからのやり方なの。泣いてるだけじゃ進めないよ。私はお家に帰りたいし、イッサさんは天へ行きたい。イッサさん、ここで会ったのもなんかの縁って言ってくれたよね。私一人じゃここから出られないの。前に進めないの。だからお願い、イッサさんの力を貸して。おひな、縁ね。私は容易に帰れるもんじゃないって言ったけど、方法がないわけじゃないとも言ったさね。あれは本当のことよ。私でよかったらおひなの力にならせておくれ。もともとはそれが私の役目だからね。役目？ああ、めぐるの村、めぐり町の守り神。私は俗世で言う、うぶすな神だからね。ああ、うぶすな神様だったのか。ま、今となってはそんなこと言う資格もない。ただの疫病神さ。うぶすな神って、じゃあやっぱりイッサさんは。時神。時の玉神。時神はそう。私のことだよ。がっかりしたろ？自分の住む町の神がこんな男で。ああ、すごいすごい！時神様が目の前にいるなんて。おばあちゃんが知ったらなんて言うだろうな。すごいな、有名人すぎるよ。サインとかもらっても、あ、でも今紙もペンもない。あ、時神様。おひなは随分キテレツな人の子なんだね。騙した相手に協力するよう願うわ。さっきまで怯えていたのに突然行動力が出るわ。神を見れば突然サインをねだるわ。そう、そうだ。人の子というのは、キテレツで、強欲で、それでいてもろく、かといえば勇敢で、こんなにも愛おしい。時神様？イッサ。私、時神様に何か、イッサ。イッサさん。うんうん。私はいつの間にか、付けられた名前より、こっちの名前が気に入ってるのよ。可愛いお前さんにはそう呼ばれたいね。わかったよ。さてと、属性へ帰る方法だけどね。おひなは白い鳥居を通ってここまで来たって言ってたろ？白い鳥居は属性とこっちを区別する境界線。となれば、もう一度その鳥居をくぐって境界線を越えるしかないさね。それも一刻も早く。境界線を越えて属性に戻ったとしても、おひなの体が残ってないんじゃ魂だけになっちまう。体が残っているうちに帰らんとね。わかった。走るの苦手だけど、頑張る。そうさね。と、あとは、やっぱり場所が問題なんだけどね。さすがにどこに鳥居があるやら、さっぱりで。天へ行く方法も探さなきゃだもんね。結局これから探してみる方法しかないよね。あ、じゃあ、善は急げさね。おひな、お前さんが良ければ、
改めて私と一緒に変国道中膝くりげと行こうか。うん。ちょっと泣きそうになっちゃった。なんか、人の子はこんなにも愛おしいっていうところでめちゃめちゃ泣きそうになっちゃった。そうか、朱色の、なんだっけ、着物を着た娘とお話ししてたのは、多分、このイッサさんだったんだろうね。じゃ、光に触れて回復しますか。よし。進むか。あ、アリンコと神様2がある。え、これ続きってさ、だってもうみんな死んじゃった後じゃんね。どうすんだろう。アリンコと神様に。帰る場所も仲間も家族も失い、生き残ったアリたちは深い悲しみに包まれました。そしてアリたちは家を作り直すこともせず、新しく食べ物を集めることもせず、ああだこうだと神様が助けてくれなかった理由を考えました。神様が大好きだったので、責めることができなかったアリたちは、別の誰かを悪者にしました。その矛先は雨ではなく、神様でもない、自分たちの仲間でした。その仲間のアリは、神様と一番の仲良しでした。神様とお話ししては楽しそうで、他のアリたちはそんな姿を見ていました。そして、一つの考えに行き着きました。神様は機嫌が悪かったのではないか。神様の機嫌を取らなくてはならない。ならば、神様と一番の仲良しなアリを生贄として捧げてあげようと。続く。ほう。アリンコっていうさ、タイトル入ってんのにさ、すっげえ深い話じゃん。彼岸花が入ってる。派手な柄の着物やガラクタにコンペイトーやおせんべいなどおやつが詰め込まれてる。持ってこうよ。ちょっと、回復できるんじゃない？ダメ？ダメか。ちょっととりあえず本ゲットしたから同じとこにセーブして先に進もうかね。こっちは多分さっき来たところでしょ？うん。行くか。え？今度は何？また宴会会場みたいな騒音が。わあ、いるわ。またあいつら出てくんのか。まださっきの天神がうろついてる可能性があるよね。行かない方がいいかも。あ、なるほど。こっちから来たんだね。で、とりあえず、うわ、2階もあるし。ここは？主さんら、よく寄進したね。え？おいらん一の姉さんに会いに来なはったん？おいでなんしー。どうしよう、イッサさん。これはこれは、随分と甘い誘いだね。末善食わぬは男の恥さね。おひな。はい？入っとくか、じゃあ。入っちゃお。真っ暗で何も見えない。ん？どうしたの？どうやら、鍵が閉められたようだね。戻れなくなってるよ。え？うわ！骸骨だらけ！人の子が気にしたよ！本にか！みなし！いい男やわ！おや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 ！また可愛らしいオイランがこんな、私が行こうとしてた点はここだったのかね。あはははは、主さん口がうまい。イッサさん、ここから出る方法探さないの？おっと、そうだね。動ける？いや、いい BGM だね。こっちに戻れないんでしょ？ちょっと、兄、男。寄ってってー、こっちこっち。え、もっとこっちに来なんし。わっち待っていつにえ。なんですか？
え、もういいのこれ、そのまま進んで。うわあ、か、帰りたい帰りたい帰りたい。でかすぎでかすぎでかすぎるけど、ちょっとなんか美しいな、この骨格。え、イッサさんはこれがいい女に見えてるの？与太郎が噂の人の声？わっちらの、これな、なんて読むの？わっちらのな、なに？遊郭の郭？え、わっちらの郭に勝手に入り込んで。あ、ごめんなさい。あの、今すぐ出るので、入り口の扉を開け。手もせわしのざんす。ん？慌てないのって。わっち、アブラムシは好きせん。でありんすから、わっちと少し遊んでござりんす。遊ぶ？そいだら、かくから返してやるなんし。どうするかね。明らかにきな臭い香りしかしないけどね。遊ばないとここから出させてもらえないみたいだし、それに天への抜け道や属性への鳥居の場所を聞くことだってできるしね。そうだよね。うん、それじゃあ遊んでいきます。そいだら、あと、え、あとの戸から、うわ違う、後ろだったわこれ、後ろの戸から出ておくんなんし。はい。そういえば遊ぶって何するんだろう。え、一歩進めばいいってこと？はい。え、あ、後ろの戸から出るってこういうことか。すごい霧。視界が悪いね。離れないように手をつないでおくかい？うん。うわ、いや、ちょっと戻りたい。戻れない。ちょっとまっすぐ行くしかないよね、だって。あ、うん？あ、でも結構広い。うわ、見えねえ。あ、ある。なんか扉がある。行くか。え？え、キモいキモい、びっくりした。トゲか。トゲか、びっくりした。すごい、あの、大量の目ん玉がこう、私たちを見ているのかと思っちゃったよ。針？こりゃ、気ぃつけて通る必要がありそうだね。え、ちょっとやばい、これ難しいんじゃない？はい、はい。あそこに行くのが目的ね。ちょ、これタイミングやばいな。え、怖っ。あ、ちょ、あ、あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。よし、これ黙っちゃうな。今、あ、行き、危ねえ。ほい、あ、待って。はい。はい。よし、行けた。何もない部屋？怪しいったらないね。あ、待って。私さっきのとこ部屋セーブできたのにセーブしなかった。わっちの住みかは鳥のかご。うん。どんなに着飾り美しくとも決して自由は得られない。決して家は帰れない。なるほど。あ、セーブじゃないのか。なるほど。え、わっちの住みかは鳥のかご？どんなに着飾り美しくとも決して自由は得られない。決して家は帰れない。待って、さっきの1個目の縦板も読めばよかったわ。全然見てなかった。どうしたらいいの？とりあえず一歩進む？はい。大丈夫かい、ひなこ。うん、でもこのカゴは？え、何？ふゆきかな。ふゆき、あんたまた逃亡しようとしたね。これで何度目だい。あ、今日という今日は徹底的に折檻だよ。覚悟をし。ひなこ、え、あ、逃げるの？え、なるほど。30秒間逃げなきゃいけないのか？
やあ、やあ、これ結構楽勝だな。よしよし、いいねいいねいいね。はーい、あと5秒。よし、いいんじゃない。いいかい冬木、次また同じことしたらただじゃ浮かないよ。なるほど。あ、今のは一体大丈夫かい、ひなこ。うん、平気だよ。私は心配だよ。本当にここから出られるのかね。きっと大丈夫だよ。一緒に頑張ろう、イッサさん。お前さんがそう言うなら、きっとそうだね。行くか。あ、行けなかった。ねえ、ひなこ。ん？何？ひなこは私のためなら、何でもしてくれるかい？急にどうしちゃったの、イッサさん。ひなこは私のためなら何でもしてくれるのかい？あ、私にできることならいいよ。とにかく先に行こう。ああ、突然何なの？何？イッサさんちょっと誰かと入れ替わった？大丈夫？急にイッサさん変なの？行くか。はい。お、帰ってきた。あれ？ん？あれ？おひな？あれ？偽物だ、やっぱり。はぐれちゃった？おひな、おひな、どこに行ったんだい？扉くぐったら、おひなが消えちまった。あるじさん、あるじさん、もっとこっち来なし。あるじさんは、もうここから出て行っていいでありんす。わちきらの冬木姉さん、わちきらの冬木姉さん、女をいじめるのが趣味なんし。でありんすから、もう主さんはここから出られる、れれれれれれれ、出られるえ。なことできるわけないだろう。あの子は私を信じてくれた。おひな、え、行こうじゃ。いや、なんかでもちょっと薄暗くない？さっきより薄暗い気がしない？はい。うわぁ、怖い。いちいちビビるな。ちょっとお嬢さん、おひなをどこへやったんだい？し、あるじさんにはもう用はありんせん。ありんせんか？ありんせん、帰れ帰れ。女に声を荒げる趣味はないが、あのね、いくら私でも黙ってないよ。おひなを返しな。わっちはああいう無垢な顔をした女は好きせん。少しちょっかいかけるだけなんし。この甘、甘なんて言葉使うんだ。人ならざる、れ、読めないって、カタカナばっかり使わないでよ、難しいな。人ならざる、よしみよ。あるじさん、こんな変国に居続けて。もののけや人の子ならまだしも、ここの汚れはあるじさんにはきついと違う？ここに居続けたら、あんたさん、もののけになってござりんす。そんなこと覚悟の上さね。ここ襖が、出口がない。どこかに出られるヒントはな。イッサさんだった。偽イッサさんだ。どこかに出られるヒントはないかね。なるほど。ちょっと読むか。惚れたら地獄、愛して地獄、小指を捧ぐは心中盾。なるほど。これイッサさんに口説かれるでしょ。これ口説かれるでしょ。で、これ惚れたらちょっと大変なんじゃないの？心中盾？本気で愛してる相手に、その証明として小指を切って渡すことさね。うわ、小指切って渡せって言ってるわ、これ。小指？痛そうだね。
ひなこ、私にも。ひなこの小指をくれるかい？え？あ、あ、あ、怖いって怖いって。っていうかさ、え、もう、イッサさんとかさ、あれだよね、ひなこのことをおひなって呼ぶからさ、完全に偽物だっては気づいてもいいと思うんだけどね。たく、冬木が身請けとはね、男を利用してふるさとに帰ることだけが目的なんじゃないかい？このめぎつねが。いやいや、こいつは男運がない。どうせ騙されるのがオチだろ？そら、本気だと思うなら、その小指を落として相手に送ってみなよ。おいらたちが代わりにやってあげるさ。うっ、やめてよ！ひなこ、あたしのためなら何だってしてくれるだろう。さあ、ひなこの小指をあたしにちょうだいな。イッサさん、イッサさんは私のことが好きなの？ああ、もちろんさね。他の女の人は？他の女なんか興味ないに決まっているさ。私はひなこ一筋だよ。うわあ、嘘つきだ。誰なの？え？あなた、誰なの？何を言ってるんだい。私はイッサさね。ひなこも知ってるだろう。あなたは、イッサさんじゃない！イッサさんは、イッサさんは、他の女どころか、世界中の女の人に興味ありまくりだもん！せやな。それに私のことひなこって呼ばないよ。ひな、な。え、どこに？え、ひな。この声。そこにいるんだね。うん、私はここだよ。イッサさん。おひな。あらあ。おひな。よかった。戻った。無事だったんだね、おひな。もう、私は肝が冷えたよ。イッサさんが私の名前呼んでくれてたから。助かったよ。ありがとう、イッサさん。はぁ、退屈なんし。もう二度と。格に来なさんし。私たちここから出る前にお前さんに聞きたいことがあるんだよ。おひなにちょっかいを出したんだ。答えてもらうよ。天国から天へ行く方法と俗世へ行くための鳥居の場所、聞いたことはないかい？天と俗世かい？そういや、天国から天へ行く抜け道があると聞いたことがありんす。抜け道？場所はどこに？わっちは知らん。代わりに、主さんに、これをあげるなんし。風呂場の鍵を手に入れた。鍵？あんたさん、人の子の匂いがきついわ。風呂でも入ってきなんし。鍵？もうとっとと帰れ帰れ。さあ、おひな、ここから出るよ。うん、ありがとう。冬木さん。これ喋ってくれないのかな。まあ、喋ってくれないわ。なんだ、割といい人じゃん。あの、自分が受けた仕打ちをね、ちょっとなんかもうひねくれちゃって私にしちゃっただけだもんね。私じゃねえわ、ひなこちゃん。はい、帰りまーす。さよなら。これ結構いい時間なんじゃないのかな。
バイバイ。みんなバイバイ。ありがとうね。こっちこっち。寄ってって。本人いい男。はい。よし、帰ってきた。ちょ、セーブしてじゃあ終わろうかな、今日は。ああ、一段落するのに時間がかかったね。では、また次回お会いしましょう。次はお風呂場だね。なんかまた一悶着ありそうだけど。じゃ、また次回。バイバイ。おつよでーす。